強い球かカーブか。初球は変化球から入ったピッチャー節。ストレート差し込んだ、ファールフライ、サードかキャッチャーか。風があったんでしょうか、最後はダイビングキャッチ。2メーターですけど結構あったんですかね。いや、あの高さがあったんでね、こう、はい、遠近感がこうちょっと触れたんでしょうかね。なんとか抑えました。ただ井口のタイムリーヒット、マリーンズ勝ち越しです。